くれないっていう状況で、映画的演出で、さらにあの出演陣とかも映画、僕もあの電磁戦隊メガレンジャー東映の映画会社の流れのところにいたので、映画東映 V シネマとか出てる人たちが極秘でオーディションに呼ばれて、僕ユウさんとお会いしたのがそのオーディション会場が初めてで、普段はテニスの屋内練習場に使われているところを極秘施設にして、外光の入らない外の光の入らないところに内緒の扉を開けてったら、ユウさんが鈴木ユウって紙の看板があるところに座ってるみたいな、そういう状態から緊張ですね。うん、なんかコメディのテレビ番組みたいでしたね。なんか、はい、で僕らは極秘のすごい